じゃあ始まりました、はい、YouTube をご覧の皆さんこんばんは、まあ、そして兄貴が編集するポッドキャストをお聞きの皆さんもこんばんは、まあ12月25日、はい、もうクリスマスイブじゃないクリスマスですね、クリスマスですね。今日であるとですね、私の枕元に、はい、あの家帰ったらし、はいはい、靴下が置いてありました。馬場さんの枕元に、うん、新品の靴下が、はい、私の、クリスマスプレゼントは靴下でした。ちょっと待って、クリスマスプレゼントが届けられたというだけでいい話ですよね。普通靴下の中に、はい、まあ、なんかねじ込んでありますわね、チョコバットとかね、なんかねじ込んで、俺の場合は靴下が置いてある、新品。な、何色でしたっけ。白です。白ですね。あ、赤とかではなくて、白は白でね、白の靴下がね、5枚セット、5足セットって一番あのお得に買える、うん、そうです感じのやつですね。いやでも気持ちがね、気持ちが欲しいですよ。そうです。僕なんて何もないですよ、そんなあら、寂しくなっちゃった、うん、いや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 、まあ、そういうわけでですね、はい、まあ、いろいろね、はい、クリスマスには奇跡が起きるというのは本当です。クリスマス以前の話をしてもいいですか。雑ですね、進行が。久々だから雑ですね。はいはいはい、実はですね、23日の祝日の、夕方6時ぐらいに、うん、うちのスタッフの博士がね、はい、この辺のバイトに来る途中にですね、はい、病院があってさ、病院の駐車場で、はい、みかんとペットボトルの入ったビニール袋でシャドーピッチングしてるやつ見たわけ。こうね、ふわーって投げて、投げてるけど、まあ、袋に入ってるから、袋に入ってるから袋が止まって、で、まあ手下げになってるところを、ね、引っ張って戻す。なるほどなるほど、はい、そんなおかしなことをしてる人がいたから、博士が見てたら、はい、向こうに因縁をつけられまして、危うく殴られかけまして、あ、何見てんだよみたいな、ね、あ、そう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 。で、博士の情報によると、うん、50代の小デブです。160ちょっとで大デブですよ。あ、身長がね、うん、あ、体重かと思った。160キロあった大デブですよね。小デブじゃない、それはあの、はい、ね、あの新千歳プロレスなんかでもね、来てくれるマッキーさんがね、昔160キロだったマッキーさん並みです。絶対体悪いですよね、いろんなところが。で、その、まあ話をしました。160センチの小デブが、はい、うん、なぜかロン毛で、おいキャラかぶるじゃんって顔だから、俺俺の方が大きいからまだいいかって顔で、そいつがね、なんか暴れてたんですよ。で、まあこれはいかんということで、あの俺警察に通報して辺りを捜索したんですけど、逃げられました。だから皆さん、一駅周辺の皆さん、6時台にそういうやつがいるかもしれませんから、まあ、あんまり見ないようにした方がいいわけですね。じゃあ、いや見たらね、うち電話するか警察に電話してくださいって。警察に電話するっていう選択肢は分かるんだけど、パパさんのとこに電話する。いや俺も捕まえに来たくてさ俺も本当もうなんか、はい、広島カープのさ、マイケンってさ、ピッチング前にこうやって肩回すじゃん。はいはいはい、あれをやってたもんね俺。あ、もうお客さんがいるからさ、はいはい、オーダー出して、いや出して切れたらちょっと行ってこようかなって思ったんだけど、早くしなきゃってマイケン体操やってるね。行かなきゃ行かなきゃって、はいはい、もう捕まえる気満々ですからね、はいはい、お前何しとんじゃいってね、というお話ですね。じゃあ、まあ、言葉あらただけでよかったっていうのは言うやつですけど、うん、まあその人を見たら気をつけましょう、ね、気をつけましょう。で、まあ、警察もね、なんか来てね、いろいろ話したけど、まあ殴られなくて、まあ何よりですよ、本当ですよね、なくてよかったですよ、なんつってね。で、まあそこの八幡派出所にも、うん、その情報を提供して、うん、まあ厳重にね、なんかこう回ってもらうような感じになってますんで、ね、酔っ払ってたにしても6時台でそこまで酔っ払うかっていう話なんですね。そうですね、祝日だったから昼から飲んでとか言って、いやどうなんですかね。それにしろシャドーピッチング
してる人って変わってますね。まあ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 、シャドーピッチングはしてもいいけど、人に迷惑かけちゃダメですよね。そんな因縁つけちゃう。まあ、できたらそういう人は家でシャドーピッチングをされた方が、ね、シャドーピッチングはそういうもんですからね、俺ね前ね、はい、銭湯でね、大きい鏡の前でね、フルチンでシャドーピッチングしてるおっさんいたりした、ね、おっさんですか、そしたらフォームは良かったですか、えフォームは良かったですか、いやダメだね、ダメなんですか、ダメだね、肩が開いてますね、やればよかったんじゃないですか、あとはもっとすぼめて顎が上がりすぎて、顎下げてこの人は何なんだって思う、下半身にね粘りがないね、やっぱ走り込みとか全く言ったらいいじゃないですか、そこまで見えちゃったらもっと走り込もうよ、やっぱね、ピッチャーはやっぱ下半身ですからね、はい、そうですね、そうなんですよ、まあ俺みたいにね、キャッチボールみたいに投げて、とりあえず草野球が成立すればいいと思ってるピッチャーだったらいいんですけど、打たれろ打たれろっていう、そういうピッチャー、意外とねフォワーンとした球を投げられると、あまりにもいい球すぎて打てないんですよ、いやでしょうね、体が反応しないでしょうね、逆に絶好球すぎて打てないというね、そういう、まあ、話がだいぶ逸れてしまいましたよね、何の話でしたっけ、あシャドーピッチングをしてるやつに気をつけろ、気をつけろ、はい、一応あれだよ、中部中学校教頭先生が、うん、俺元担任だから、はい、中中には電話しといた、ああそういうやつがいましたよ、気をつけてね、うん、まあ、こうやってですね、うん、駅西防犯パトロールがですね、そうですね、行われていくんですけどね、はい、まあ、またちょっと時間があったら兄貴と一緒に青色回転灯のパトロールでも行ってこようかな、はい、それから、今日はこんな感じでまだ時間はだいぶ残ってるんで、あと5分ぐらいありますから、もうこれで今日のネタはおしまいなんですけど、後半はですね、今後こんなことが起きますという予告編です。エコハウスシリーズ。また出ましたか？エコハウスシリーズ。どんだけでも撮りましょう。第7弾です。第7弾。実はエコハウスのそのことについて、市長にメールを送って、市長メールっていうのは基本2週間以内に返さなきゃいけないっていうルールがあるらしくて。はい、今日がその2週間、うん、で返事来てねえんだけどって言って今日問い合わせしたんだけど、はい、環境センターのやつは悪びれる素振りもなく、はい、それはいかんですねなんて言ってんだよね、おめえ何考えとんじゃいとか言って、アホですね、だってしょうがないじゃん的な空気出されて、いやお前悪くないのって俺聞いたんだよ、あまりにも悪びれないからですか、だってしょうがないじゃんみたいなね言い訳も何もなく、はい、あそうなんですよね2週間なんですよねなんて言うから、いやいやお前市長メールって2週間以内に返せなかったらじゃあ遅れますって連絡するんじゃねえのとかいう話をしたら、ああそうっすねみたいな感じでダメだこりゃとか、すごいっすね、でその後、はい、そいつを、はい、さあごめんなさいぐらい言えよとか言ってきたらああごめんなさいとか言われて、冒頭にああがついたんですか、ああごめんなさいって、ダメですね、ダメだ、地に落ちてますね、関係会議、ダメだこりゃっていう、じゃ あの前言ってたあの課によって第何位とか言ってたじゃないですか、うん、あれは結構じゃ下の方ですね、まあ、スポーツ科が最下位でブービーが環境センターそれでもスポーツ科の方が悪いです、そうなんですか、うん、それでもまだ悪いんですか、うん、スポーツ科はもっとダメですね、なんか威張ってましたっけ、いやスポーツ科はね、隠すのが好き、隠すのが好き、うん、散々俺が問い合わせしてると、それを体育協会に聞いてみないと分かりませんとか言ってた人がいるんだ、はい、である日体育協会お願いしますって電話したら、おい体育協会ですって同じやつが手を挙げた、大好きですね隠すのがね、一人二役だもんね、おいおいって、なんだそれってお前人格が入れ替わるのかってそういうダメっぷりを発揮するんでね、スポーツ科ね、それに対してね、福祉課と環境センター両方から返答ちょうだいって、福祉課は福祉のね、重度障害者のこと詳しいから、はい、福祉課のそのね、見解をくれって言ったら、福祉課に電話したら、めちゃめちゃ丁寧、そして仕事が早い、いやいや、できる方々ですね、違うね、あ
ああごめんなさいって言うやつ、それだってごめんなさいの前にあをつける時点でね、カス野郎ですからね。本当カス野郎。おめでとうだぞ、俺やろうっつって見てんの見てない、分かんない、見てる可能性もあるからね。見たら、ああ俺だーって書いて見た分かったのこいつって書いて、それで明日環境センターと福祉課の返答は福祉課調べによって明日届くことになりました。早いですね。福祉課が本気出したらそんなもんかな。あんまりにも早いから俺びっくりしちゃった。すぐ折り返してきて5時15分までには連絡しますって言ってたんだけど、すぐ折り返してきて10分もしないうちに折り返してね。早いね。いや素晴らしいですね。素晴らしい、そうあってほしいですよね。経済振興課がトップなんですけど、その2位に今つきましたね。上がってきましたね。上がってきました、ね、上がってきたっていうか前のランクを別に知らないけど忘れてしまったけど、3位は今地域ふれあい課ですね。まあ兄貴のねいる課が地域ふれあい課ですよ。1位と3位の課は馬場さんとね結構直接やり取りがあったから、あれですけど対応がいいのは分かるけど、福祉課さんは本当に素晴らしいですね。すごいね。だってそんなに馬場さんも接点がなかったわけじゃないですか、それがここまでの仕事をね、馬場さんに好印象を与える仕事をするっていうのはすごいですね。すごいね。俺も最初福祉課に、いや環境センターが、エコハウスが重度障害者の理解度が低すぎて困るんだけど、なんとかならんかにみたいなことを言ってたら、いや坊さんの言ってることはごもっともなんですけど、一度市民メールを送ってくださいと。そうするとちゃんとしたことでその環境センターの一体言わんっていうのも防げるし、ちゃんと市としての回答ができますから、一度お手数ですがメールでお願いできませんかって言って言われたんで、俺がかなり長文のメールを送っちゃって、そしたらなぜか環境センターが電話してきた。あの市民メールとかで喋り方がバカにしますよね。市民メールのことなんですけどって、いやお前メールで返せって、しかも福祉課経由で返してくれって言ったじゃないかよとか言って、言っても、ね、そうでしたかみたいな、じゃあそうしますねなんて、最強の資格を送っていただいたせいばわさんに対して、最強ですよ、そういう人は。そういう人は手強いですからね。手強いね。手強い。なんかこっちも肩透かしになっちゃうしね、こんな真面目な人間じゃないから。いやいや、そういうやつは、お前今日からまるでダメよっていう、ね。名前にしろよとか。いやだからそれいじっちゃうからダメなんですよ。おいダメよとか、ダメよいるかとか言って、ね、電話しちゃったよ、ね、はいはい、まあねそんな感じで我々の追求は始まってるんですけど、ね、まあ、他にもね、はい、前言ってた市民本部長として追求してるってやつで、ね、はい、体育協会、ね、体育協会のそのサッカー連盟の話だね、その春ぐらいにさ、はい、サッカー連盟って、あれって任意団体だけど、営利団体じゃないの、っていう話とか、いろいろあったじゃん。ありましたね。年間でもうホームページ上に書いてある情報だけで計算すると1億2000万ぐらい儲かるんだよね。あ、2560円だったかな、それぐらい の月謝を月々12ヶ月もらって、でさらに1校につき本人たちが100人単位は1校につきいるっていうから、まあ、かける100人で、さらに一宮市内で40校の学校の校庭使ってスクールやってますっていうから、それだけで1億2000万円以上のお金が集まるっていうのができるんだよね。でこれはもうホームページ上で公開してる情報と、あとスポーツ科と青少年育成科の人と、あと木曽川文化スポーツクラブの人と、で4社で話した時に出た話なんだ。でこれについてそのスポーツ科としては、その任意団体ですから非利ですからって言い切ってるんだけど、それをおめえじゃあ一体何の話ばっかになるから録音もさせねえしさ、言ったことに責任持てって言ってもさ、いや今日はオフで来たんでなんて言ってスルッて逃げようとしてたからさ、じゃあ半年ぐらいかけて、じゃあじわじわと視聴メールを使って質問してみようっていう企画になる。一個ずつ追い込んでます。さすが回すと、攻められ方ももういいですね、あくま将軍攻めで、地獄の弾頭大攻めですね。いやもう全てのね、関節を外す感じでね、悪魔将軍としてはね、その上で地獄の弾頭台を決めたいと思います。あ、なるほど。
プランプランなわけですよ。仕事の担当台が決まるときはもう体中に力が入れないわけですよ。そうですね。で、ベトーってしなきゃついてくるのに。仕事の担当台ね。もう動かないしね。決まりますよ。根っこに。決まります、ね。首の根っこに。コード10のダイヤモンドの世界ですね。はいはいはい。ありましたね。筋肉マン。ありましたね。筋肉マンといえどもね。なんですね。ちなみに、悪魔将軍だけが筋肉マンに負けて改心しなかったとね。ああ、そうなんだ。あ、死んだっていうか、だっていろんな超人の悪意の集まりみたいなのがあるんですか？なんか6体の、ねね、悪魔と一緒に合体してたんだよね。さらに言うと、筋肉マンが未だに癒えない傷をつけたのは悪魔将軍だけというね。マジですか、じゃあ最後の方までついてるんですか、その傷、まあ、らしい。あ、マニアが見ると、そうそうそう、地獄の弾頭台の跡がついてるらしい。あ、そう、設定でね。さあ、ドクターボンベイでも消さなかったんですか。汚いドクターボンベイ。ウォーズマンをあの世まで行って直した人です、ね、バファローマンの角で骨作ってたんです。そうていうか、テンション上がりすぎですよ。いやー、ドクターボンベイと聞いちゃえ黙って言わないですね。ていうか、これ時間大丈夫なの、うん、あ、もう時間過ぎてる。あ、じゃあすいません兄貴、はい、ドクターボンベイ編は改めてやりますね。筋肉マンドクターボンベイ、ミート君、魂吹っ飛ばされる系はね、今度やろ、ハリケーンミキサーがね。いやー、もうね、大変ですね。じゃあ、そういうことで、それは、だいぶ最後、脱線しました。1分半ぐらい脱線しますけど、いや、すいません、兄貴、編集の方、よろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様でした。